パスワードフィットネス始まるよ。ザ・スワードフィットネスの白木敦です。今日はね、久しぶりにこの形式で撮ってるんですけども、今日はナウアーネバーから、杉本さんが、来てくれました。はい、自己紹介お願いします。ナウアーネバー代表の杉本です。よろしくお願いします。はい、今日はね、いいワード教えてください。はい、ありがとう。担当直入なんですけど、はい、何がありますか。はい、私の得意なラバーガードをやらせていただきます。ラバーガードね、皆さん知ってますか。ラバーガードあれですよ、やあれってやらなくないといけないですか。はい、まあ、できれば膝と股関節やらない方がもちろんいいんですけど、一応大事なところポイントと、はい、あとそこからの派生の技で糸同士やりたいと思います。おじさんでもできる感じの技でして頑張ればいきます。で、やってみましょうか。はい、俺がやるわけじゃないけど、お願いします。はい、じゃあまず教えてください。はい、じゃあもうやっちゃっていいですか。いいですよ。はい、じゃあまずクローズガードから最初はやりたいと思います。はい、まず最初はラバーガードで大事なところ、エディ・ブラボーがね、テニスバレット代表のエディ・ブラボーが言ってることなんですね。まずは大事なのはベースを崩す。相手がこういうふうにマットのね、あ、マットごめんなさい、相手がこう自分の体のところに手あってベースを取られちゃうと技何にもかけれないので、いろんなことを技を駆使して相手のベースを崩す。で、まあ、密着しちゃえばここからねまた戻されることはないので、まずは崩すことが大事です。で、もう一個は、まあ、私はねここでちょっとエビをして、まあ、ラバーをこういうふうに足かけるんですけど、相手にベースを作られないために頭を上げられちゃうとこう崩されちゃうので、で、一般的にこっち側こうやって足こう持ってるのを大事だと思われがちなんですけど、これエディ・ブラボーがやってるんでね大事なんですけど、この肩ですね、自分の膝が当たりそうなと、ここにプレッシャーをかけて点でこうグッとやると上がりにくくなるんですね。これをこっちだけ、自分の足首持ってる方だけをこういう風にやってしまうと、相手がこうグッと上げると上がりやすくなって、上がってこの手が自分の体にやって背筋使ってエイって起こされちゃうとまた元に戻っちゃうんで、まあ、ベース崩して、まあラバーガード基本のポジションを取ったときにこっち側です。もう一個天野さんの右の肩にこうグッと圧かけるように、こうどっちかっていうとこっちですね、右手外していいぐらいです。こうやってこうすると上げにくくなるんですね。で、これがまずもうベースのポジション、ここ、もちろんこっちの右手も大事なんですけど、こっちで肩にこう圧かけて少しこうエビしてちょっとずつ半身になってると、ここからいろいろ攻撃を、例えば、まあ、ここからオモプラートみたいなポジションとかアームバーとか、もちろんいろいろできるよみたいな、こういう感じですね。基本はここがまずベース、頭上げられちゃう、ベースを保たれちゃうっていうのがあると、まあ、どっちみちもうラバーガード作れない、スタート切れないんで、これが大事。まあ、マットついてるのも基本的に結構有利なポジションなんで、ここから、まあ、ゾンビとかバーン密着で、ちょっとだけね軽くエビして、足抱える、抱えて、こっちですね。こっちに行く、力で。そうすると、上げにくくなるんで、こっから、例えばいろんな技、相手のリアクションに応じて、技かけますよ。こんな感じですね。はい、これちなみに、こう、フットチョークかけるんじゃないですか。はい。フットチョークどうやってかけるんですか。はい、こっから、よし、A、で行きましょう。そしたら、うん、アマゾンの横のこの顔をチョップして、ここに手入れて。流し込んで首筋で、相手の人はねフットチョークが一番まずいんですけど、横向いてもらうんですよ。こういうふうにねオープラータみたいなポジション入るんですけど、間違ってね相手が自分の方を向いてくると、そしたら喉にこうグサッと刺さったら、これチャンスなんで、すぐに自分の親指を相手の後頭部通してこうやって持ってもらう。こうするともう相手頭上げても抜けないので、でこのまま別になんかねこう当てに行くんじゃなくて、伸ばせば結果的に足首が天野さんの喉入る、こう伸ばすとこう入るんですね。ギューってギューってこういう感じです。なんかこうもちろんねこう下げるとか昔よくあったと思うんですけど、こういうことしなくても親指持って抜けないようにして横っすね、天野さんから見たら奥、こういうふうにやると喉に刺さって抜けないみたいな、こういう感じですね。なるほど、はい、これ柔術使えますか。使えます、全然使えます。俺も練習ではすごいよく使うんで、ラバーからオープンアウトとか、はい、こう入った時に相手が不用意に自分の方を向いてこういうふうに向き直っちゃう人いるんですよね、分かんなくて。そしたらもう一気にいけちゃうので、こう後頭部で後ろ通して自分の足、まあ、ここ
ここまでいったら多分ね抜けないので、あとは決めるだけなんで、まあよくねこうやって頭下げる人いるんですけど、今度逆に頭下げた方が頭こうやって抜けちゃうっていうか、上げるチャンスもあるんですけども、ここキャッチして伸ばすと抜けないので、こっちの方が確実に仕留めれるので、うん、はい、これをよくやりますね、練習とかセット調理、こんな感じです。はい、あと腕の決め方もいい。あ、いいですか。はい、せっかくなので、はい、ここからラバーガードしてこうやって顔をチョップして、チョップしたら手のひらこう自分の方に向けるようにして、はい、自分の足首に乗ってこう流し込んで首筋で、今言ったようにフットチョップ入らないと相手でやばいと思って横向くんで、こういう風に横向いて、そうですね、したらこういう風に流れて、普通はねオモプラータ行くんですけど、ここ一気に腕狙っちゃう時が、こうね上上げちゃうと意外と結構行くんですよね、肩硬い人に、はい、意外と痛くない、ただのストレッチみたいに伸びちゃうんで、できるだけこれリッチマルチエースがよくやってましたけど、ピンキー肘を軸にこう、このこう回すようにね、こうギューって絞るようにしてからやると決まりが深くなるんで、こう上上げちゃっても実は意外と痛くないっていうか、まあ思いっきりやればもしかしたらで決まるかもしれないですけど、それよりもこう肘を触るように包むようにしてグッと押さえて、もちろんここ顔のとこかかってるのを意識しながらグッと上げると痛いみたいな、こういうのがあります。上に上げちゃうと逆にただ意外と痛くなくてこう逃げられちゃうので、絞るようにこうやって巻きつけるようにして、で肘触るとちょうどいい感じになるので、それで決まります。なるほど。これやっぱ柔道結構使うんですか。はい、使えます。全然あの相手がねオモプラータだって思って逃げようとした瞬間に腕キャッチしてキュッて一気に腕やっちゃう。あ、なるほどですね。どうしても柔術の人ってすぐこのポジション入ったら、あ、オモ来るってもう察知しちゃうんで、はいはいはい、そしたら腕狙っちゃった方が逆に相手びっくりしてタップしてくれるんで、と思います。いいっすねこれ。はい、ね、ありがとうございました。はい、この位置でこのステージしてるのはあれなんですけど、はい、で、伊藤投手ですよね。はい、伊藤投手もはい、で、こっからグッてさっきと一緒ですね、エビして抱えて、で、こうするとさっき言ったようにここチョップできない時あるんですね。ここの足が入らない、はいはい、そしたら相手の人がやるのはこっち側の自分の右足をこう押して股の中に入れて、こうやって、あ、そうそう、こうやってやられるともうさすがに体硬い、そのまま一気にパスされちゃって最後取られちゃうんですね。これが一番最悪のパターンなんで、よいしょ、こうやってグッてやって押さえた、で相手がもうこれ押してくるのはもう想定済みなんですよ。絶対に相手ここ押したくなる、要は半身になってるんでもうこっちしかないですね。そしたらこのように手首を取って、でこういうふうに脇が空いてる人が結構いるんですよね。本当は良くないです。脇を締めてこういうふうに、これで押すのが一番ベストなんですけど、こう空いちゃう人いるんですよね、こう押したいから。そしたら手首を取って、この自分の左足のこの L 字のところにヨイって乗せちゃうんです。で乗せちゃったらすぐまた親指で上から蓋してください。こうすると関節の構造上を天野さん抜けないですよね。抜けないです。抜けないです、はい、逆にこう手持ってたりすると頑張ってこういうふうに抜いちゃうんですよね、はいはい、手首はもういいのでこういうふうに L 字のところに引っかかったら、まあ親指持たなくていいです。本当上から蓋するぐらいでいいです、こういうふうに。そうすると動けなくなっちゃってこっからみたいな、これ糸通しって言います。でこっからいろんなバリエーションがあって、まあ一番ね早いのはこっから別に三角締めいっても別に全然これ抜いてもいいで、別に糸通しのやつはこう入って自分で蓋して、天野さんはこの手は抜けないですけど自分で解くことはこうやって可能なんだよ、うん、簡単に入れる、うん、まあ、一番早いのはこう足組んでこれ抜いて三角締め、例えばでここからいろいろやっていいですか、うん、ここからでこう入れましたっつって、はい、そしたらチョップして、例えば近い方の腕を先にラーンバで、このまま起き上がって、今度はこの L 字に引っかかってたの手首取ってグーッと、そして今度右足を天野さんの後頭部にかけてこうロックしてまた同じ感じ、起き上がるとかできますね。ちょっと遊び心ある技かなと思いますね。こういう感じですね。なるほどですね。いかがでしょうか。いやいやいや、ありがとうございました。いえ、とんでもないです。なんかこれ僕は風の噂で聞いたんですけど、はい、秋元さんが教則やなんか動画出してるんですよね今。はい、
確か、なんていう名前でしたね。グラップリングベース。グラップリングベースってやつか。はい、って どういう意味を込められるんですか。あのグラップリングはグラップリング、ベースって基地とか、まあ、分かると思うんですけど、はい、基本とかベース、はいはいはい、だからこうグラップリングの教則ってあんまりないと思うので、まあ、私の個人的な教則なんですけど、はい、こういろんな人に、全国の人にあんまりグラップリング習わない人とかに、あやりたいんだけど、それだけの技術がそう分からないっていうのでさ、っていう人に、まあ、できるだけ届けてたらいいなと思ってやります。あとは、まあ、レスリングのとかもせっかくグラップリングが必要なものなので、はいはいはい、あのレスリングのこう基本的なものも私の指令とか、うん、あの選手の方にいろんなものをお願いしようかなと思います。なるほどです。はい、はい、こちらの概要欄の方に貼っておきます。よろしくお願いします、ね、さらにちょっとラバーガード、ラバーガードもあるんですか。はい、もうラバーガードは、前回初めて発売したので、はい、次はバースト情報をします。これはですね、まず購入して、ダースチョークも一緒に稼いでね、杉本さんが嬉しいですね。はい、はい、嬉しいです。はい、そんな感じでね、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます、よろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。